定年退職した父と娘。大子さんが亡くなってもう18年でしょ。そろそろ由美ちゃんのこと解放してあげないと。この度佐野家の主婦を引退することにしました。新しい主婦はお父さんあなたです。引退だ。今日もそこそこ元気に楽しくやりましょう。もうちゃんと周り見ないとただの老害になっちゃいますよ。のんびり自分のペースで大丈夫ですよ。父と休日に出かけたこと一度もないし、娘の強さと優しさに何度も救われました。親子ってずっと一緒にいられるわけじゃないんだよ。いろいろあるけど、いつもの場所に集まって今日も笑顔でそこそこ元気に体操しようよ。よかったら体操しませんか？